先生。ああ、アリス川か。アリス川ではなく、アリスです。おお、そうだった。どうした？課題でわからないところがあったので、教えてもらいに来ました。こちらにいると伺ったので。おお、そうか、熱心だな。アリスは実家に帰省しないのか。確かこっちじゃなかっただろう。家に帰っても帰らなくても同じなので、こっちに残りました。ああ、そうか。じゃあ暇だろう。こっちは遊ぶところ全然ないもんな。旅行に行くのはどうだ。ああ、海外なんてどうだ。そう、海外。俺は人より劣っているので、人並みになるにはその分努力が必要なんです。まあそうだな。医学部は努力家の集まりみたいなもんだからな。医者になりたきゃ必死で食らいつくしかない。お前は本当にバカだな。知ってますよ。真面目だって言ってんだ。最初お前を見た時は医学部に随分チャラいのが来たなと思ったが、実際にはクソ真面目な人間だったな。はあ。まあ焦る気持ちはわかるが、今からそんなんじゃ潰されちまうぞ。もっと気楽にな。はい。どうしたんですか、こんなにたくさん残して。具合でも悪いんですか。最近お嬢様の元気がないようで心配です。ああ、片付けなくて大丈夫です。え、あいつが残した分は俺が食べるので。入るぞ。お前な、何があったか知らねえが、体調不良じゃねえんなら人が作ったもんを残すな。作るのがどれだけ大変かお前ももう分かってんだろ。それだけだ。じゃあな。はあ、俺もまだまだ甘いな。漁師さん、いろいろありがとうございました。それじゃあお嬢様、そろそろ行きましょうか。なんだよ。ああ、気をつけて行ってこいよ。そういえば、お前は将来どの専門に進みたいんだ？まだ決めてません。そうか。まあ、そろそろ考え始めた方がいいかもしれんな。ただ、その髪はどうにかしないといけなくなるかもな。生まれつきなのはわかるが、保守的な世界だからな。研究者なら問題ないが、医者となると。
お前、もしかして漁師？もしかしなくても俺だよ。マジで？すっげえ！黒髪似合わねえ。帰る。まあまあ待てって。なんでいきなり染めたん？心境の変化？もうすぐ実技試験があるしな。ああ、だから染めろって？その方が有利だって言われたんだ。こっちだって似合わないのは承知の上なんだよ。しょうがねえだろ。そういう規則なんだから。でもさ、それっておかしくねえか？だって生まれつきなのにわざわざ染めろって。俺の知り合いにハーフの医大生がいるけど、そいつは茶髪だったぞ。髪染めてる医者とか普通にいるよな。茶髪ならな。うん、かっこいいと思うけどな。銀髪、しかも高身長イケメン、実家は金持ちだぞ。この間美人なお姉さんに逆ナンされてたもんな。こんな田舎じゃなきゃスカウトとかされたんじゃね？ああ、あるある。大丈夫だ漁師くん。もし医者になれなくてもお前にはビジュアルバンドマンかモデルって道がある。お前らな、ありがとな。やっぱり似合わねえよな。なあ、あれ、誰か倒れてないか？行くぞ。ああ、おばあさん、どうかしました？ダメだ、意識がない。すぐそばの公園に AED があったはずだ。取りに行ってくる。頼む。落ち着け。こういう時はどうすればいいんだ。習っただろう。胸骨圧迫、心臓マッサージ。頑張ってください。AED 持ってきた。救急車もすぐに来る。意識が戻った。マジか。おばあさん、大丈夫ですか？おばあちゃん、おかみちゃん。え？おかみちゃん。おかみって何？わかんねえ。どうしたの？おばあさんが倒れてて意識は取り戻したんですが、狼ちゃんとつぶやいてて
お孫さんのことよ。狼という名字だから狼ちゃんって呼ばれてるの。狼くん体が弱くて今おばあさんの家で二人で暮らしてるのよ。今お孫さんはどこに？さあ、最近森の中や湖で友達と一緒に遊んでるのを見かけるけど。俺探してきます。どんな子ですか？いつもフードをかぶってる子よ。年は10歳くらい。わかりました。狼いた。あれか。こんなところにいたのか。フードをかぶってる方、お前が狼か。お前のおばあさんが倒れたんだ。今病院に運ばれた。ずっと孫の名前を呼んでる。早く行ってやれ。早く行け。おばあさんがお前を待ってる。もう大丈夫だ。しっかり捕まってろ。大丈夫か？うん。ほら、これでも着てろ。ばあちゃん。さっき、ばあちゃんが倒れたって。あれ、俺のばあちゃんなんだ。ばあちゃんは大丈夫なのか？に何かあったら俺。おい。母だけではなく息子の命も助けてくださりありがとうございました。いえ、お二人とも無事でよかったです。あの、もしよろしければお名前を教えていただけませんか？ぜひお礼をしたいのですが。いえ、必要ありません。未来の医者として当然のことをしたまでですから。まさか白とか。うるせえ。こっちはまだ胃がムカムカしてんだ。大丈夫か？大丈夫じゃねえ。唯一の弱点だもんな。ホラー映画もダメなんだろ？マジで？すげえ意外。でもいずれはこういうことが当たり前になるんだし、慣れてかないとな。
ー